どうも皆さんこんにちは。視聴者の爆笑を喜ぶ実況者イサフトでございます。みんな当てすぎ。もう半額で引きましたとかチケットで来ましたとか、いや羨ましい。なので今回はね、僕がこの5100ラピスを持って神引きします。で、まあ、今回はまあただの神引きじゃないんで、まあ、10連で NV ファイサリスを2枚、いや3枚抜いていきたいと思います。まあ、今日はね、もうこの10連に全てをかける動画になりますので、まあ、ぜひね刮目していっていただければと思います。ではね、早速 NV ファイサリスで狙って11連召喚やっていきましょう。いやー頼むよ、俺は金髪美少女が好きだー来ねえな。まあ、金髪の金は来たけどね。まあ、こっからよ、問題はこっから金髪美少女まで昇格してくれれば何の問題はない。ほら来た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 よ、マジで来たでしょ。ほら来いよ。おほそっち、え、そっち来るの。いやソル嬉しいけどさ、マジそっち来るの。いやーダークビジョン、誰誰誰これ。あ、ファイサリスのカードじゃないこれ。ねえなんで、強いよ強いけどさ、嘘でしょ。いやまだ行く、虹に行かない。マジソルかマジめっちゃ動揺してんだけど、来たでしょ。なんでその確率の壁を越えてくるかな。いいんだよしれっと来なくて。まあ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 、魔法アタッカー持ってないからいいんだけどさ、なんともなまあまあまあ、引けたことにはね問題ないか。まあもう妥協するしかないよね。心に嘘をつきましょう。最後までご視聴ありがとうございます。 Twitter の方やっておりますので、フォローがまだの方はぜひ概要欄からよろしくお願いします。それではさよなら。